こんばんは。9月14日土曜日のバッハプラザです。今日はホワイトデーから半年ということになりましたね。男性の皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。ということで本日はですね、メンズバレンタインデーというそうなんですね。というのも、今日は男性から女性に下着を送って、愛を告白する日ということなんですけども、なかなか勇気のある行動だとは思うんですけれどもね。その他にもセプテンバーバレンタインということで、女性から別れを男性に切り出す日でもあるそうなんですね。なので下着を送って振られないように皆さんお気をつけいただきたいと思います。さて本日は、公益競技行われておりませんので、明日から開幕する川口オートについてたっぷりとお送りする30分間です。さあ今日は川口オート全県日ということで、担当は中戸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中2日で開幕。そうなんですよ、ね、忙しいですね。ですね、うん、まだまだ暑いですしね。ロッカーもですね、本当湿気が多い感じでムシッとしましたね。あ、そうですか。まだ暑さとの戦いは続きそうな感じですかね。そうですね、はい、はい、ということでですね、今回は S 級不在の A 級 B 級の選手が斡旋されております。また明日の初日にはですね、ガールズ王者決定戦の川口予選も待っています。それではですね、今回のインタビューは選手にお仕事のアイテムのこだわりなども聞いてきましたので、ぜひ注目してください。 VTR どうぞ。それでは山際慎介選手にお話を伺います。お仕事グッズのこだわりを見せていただきたいんですけれども。こだわりですか。はい、ヘルメットですね。はい、あら素敵。これは何ですか。すごい華やかですね。そうですね、これは、うん、はい、まあ競争車の色と近いんで買ったんですけども、うん、ちょっと後ろがポイントになってまして、はい、これなんですけど、本当は祭りっていう感じが書いてあるんですけど、はい、斉藤さんと斉藤哲さんと高橋よっちゃんがギバにしてくれたんですよね。小里編をシールでかたどってくれて、それをくっつけた感じですね。くっつけました、はい。じゃあもともと祭りって書かれたヘルメットだったっていう。そうです、はい、すごい。誰がそんなアイディアを。斉藤さんと高橋よっちゃんです。あら、アイディアマンですね、さすが。そうです。ありがとうございます。はい、大事に使ってます。ということでですね、はい、前節が川口の優勝戦まで進みましたけれども、はい、エンジン状態の方どうでしたか。ちょっと合わせられなかったですね。はい、今節はどのようにしていく予定ですかね。ちょっとシリンダー周り扱ったんで、うん、その辺で良くなってくれればいいかなと。はい、タイヤはどうですか。いいのありそうでしょうか。タイヤですね、まあ、優勝戦いいと思ったら履いていったんですけど、エンジンなのかちょっと食いつきが微妙だったんで、またちょっと探しながら、うん、はい、やっていきます。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。このヘルメットかぶって一生懸命頑張ります。応援お願いします。泉田選手、今ちょっと競争車とかお仕事アイテムのこだわりを聞いているんですけれども、教えてもらっていいですか。こだわりは、はい、フェンダータンクですね。おお、どういったところがこだわってらっしゃるんですか。飯塚の浦田さんにもらって、うん、それをつけてます。どのくらい前にもらったものなんですか。5年ぐらい前ですかね、もしかしたら。はい、でもそん なんか強い先輩からもらえるとなんか強くなりそうですよね。そうですね、はい、嬉しいです。気に入ってらっしゃると。はい、そうです、いうことなんですね。はい、ありがとうございます。はい、そして泉田選手といえば10月から適用ランクが S 級に返り咲きとなります。はい、お気持ち的にはどうでしょうか。いやー、まあいつも半期で終わってまたすぐ A 級に戻っちゃうんで、1年間維持できたらいいなとは思いながら毎回走ってるんですけど、うんうん、うまくいかないですね。今節はどうしていく予想ですか。まあ跳ねないタイヤを探していく感じですね。はい、なりました。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。精一杯走ります。応援よろしくお願いします。エリコ選手のお仕事グッズのこだわり教えてください。はい、
すごいこだわりがあるわけではないんですけども、はい、夏だったりハワイアンな感じが好きなんで、うん、競争車を塗装をハワイアンな感じにしてます。かわいいですよね。ありがとうございます。ちなみにハワイに行ったことはないです。ですか。でもなんか、まあ、日本のハワイというか、うんうん、沖縄はしょっちゅう行くんですけど、はい、海が好きなんでいろんなところの海に、はい、行ってます。なるほど、はい、でもなんかすごくいつも明るくって、はい、私はハワイだなって勝手に思ってますよ。はい、伊勢崎のハワイということで。はい、まあ、今節ですね、はい、初日にガールズ予選がありますけれども、はい、どうですか、お気持ちのほどは。そうですね、これといってすごい気合い入れてるわけではないんですけど、まあ、年末のガールズに出れるように、まあ、安定した着取れればいいなと思います。エンジン状態の方はどうでしょう。エンジンがあんまりちょっと最近落ち気味なんで、ちょっと大きいことはやらないんですけども、まあ、セッティングで出せる範囲でいいところを持っていければなと思います。あの川口がかなり久しぶりで、まあ、およそ半年ぶりぐらいになりますかね。そうですね、うん、最後走ったのが3月だと思うんで、うん、ちょっと季節も変わっちゃってるんで、またセッティング出し直しかなって感じはあるんですけど、うん、タイヤの方はどうでしょう。タイヤもいくつか候補あるんですけど、まあ、一番いいタイヤがハンペラなんで、うん、まあ、ハンペラあんまりレースでは使いたくないんで、いいの探しながら、はい、じゃあ模索しながらっていう感じですね、はい、ありがとうございます。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、いそいそ一生懸命走りますので応援よろしくお願いします。小倉選手、今あのお仕事アイテムのこだわりを聞いているんですけれども、何か教えてくださいますか。は色を、はい、あの黒ベースの差し色ピンクで今合わせてって、うんうん、ヘルメットもつなぎもフェンダータンクもできてきて、本当にこだわりの色にできてきたなって思ってます。すごい可愛いですよね。ありがとうございます。黒とピンクっていうのは何かこだわりがあったんですか。あの女子選手で黒ベースで作ってる選手がいらっしゃらなかったのと、うん、あとデビューした時にあの神谷さんのバイクがその時は黒ベースだったんですけどに赤色、うんうん、あれがなんかすごいかっこいいなと思って、それを真似た感じです。うん、ちょっとリスペクトしてっていう感じなんですね、はい、ありがとうございます。そして、まあ、今節初日にですね、はい、ガールズ王座の川口予選ありますけれども、どうですか、お気持ちのほどは。エンジンはよく動いてくれてるんで、うん、あとは本当に、まあ、タイヤ選んでさばいていくレースにはなると思うんですけど、綺麗なレースができればいいなと思ってます。うん、まだまだ日中は暑くって、今回12レースですけれども、時間的にどうですかね。暑い走路はすごく苦手なんで、うん、もう本当に修行します。練習します。頑張ってください。エンジン的にも、まあ、仕上がってきていると。仕上がってます、うん、いうことで、まあ、タイヤはなんかいいのはあったりしますか。はいい番号のタイヤが何本かあるんで、それを試していいのを使っていく予定です。うん、あの前のガールズ王座の時が3着だったということで、ここからちょっと着上げたいかなっていう感じですかね。そうですね、やっぱり前回も熱走路でちょっと厳しかったんですけど、年末は冬なんで、ちょっと頑張って年末には残りたいですね。頑張ってください。それでは最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、今回も頑張ります。お願いします。はい、うん、ということで VTR どうでしたか。うん、いやこういう切り口面白いですね。そうですよね、うん、山際選手のあの祭りね、はい、うん、あれもおしゃれだったし、うん、まあ、女子選手はやっぱりこだわり強いなという感じはありますね。そうですね、高橋理子選手結構あの工具箱に自分でいろんなイラスト描いたりね、なんか自分で描くのも趣味みたいですよね。そうですよね、うん、すごくお上手ですよ ねイラストが、うん、あと浦田選手にねもらったタンクも、うん、あれ泉田選手は力になりそうですね。そうですよね、うん、心強そうですよね、はい、一緒に走ってる感じがして面白かったです。うん、はい、で途中あの見切れていた高橋芳弘選手、見切れていたというかもう完全に映ってました。普通に、ね、映ってましたよね、うん、あの映りたいのか映りたくないのかどっちなのかっていう感じではあり、うん、ありましたけれども、はい、あの芳弘選手もこだわりの車のこだわりありまして、うん、フェンダーとタンクが飯塚の荒尾聡選手とお揃いだということです。そうなんですね、はい、そういったところ見ていくのも楽しいですね。そうですね、はい、ありがとうございました。さあでは続いては中かなのここに注目のコーナーです。イエーイ、
初めてです私そうですよねこんな明るい感じでね、そうです、いいですね、はい、はい、お願いします、よろしくお願いします。本日はですね、7月に開催されたキュープラ杯から前回祭の優勝戦振り返っていきたいと思います。まずはキュープラ杯の振り返りからいきましょう。はい、ということでこちらが7月15日に開催されました G1 キュープラ杯の優勝戦、優勝したのが黒川恭介選手です。内枠からは岩見選手、そして外枠から黒川選手がいいスタートを切っていきまして、黒川選手はもうすでに2番手につけています、うん、もうスタートが抜群でフライングかと思ったとご自身ではおっしゃってましたね。ただ岩見選手が言ってね、はい、岩見選手って結構抜きづらい選手なんでね、どう攻略するのかなというところでしたね。その岩見選手が上手くてなかなか抜けなかったということですね、うん、神谷田選手も見せ場作りましたね。そうですね、今3番手で奮闘されてますね、うん、はい、この時黒川選手が 3.26 の一番時計のタイ、うん、あんなに出ると思わなかったということで、あ、ここですね、うん、まくったんですね。岩見選手がちょっとこう滑らしたタイミングを狙ったということですね、はい、冷静でしたね、うん、ただ鈴木圭一郎選手がいますよ。そうなんですよね、はい、ここまで上がってこられているとかなり不気味な存在ですよね、うん、まだ4周もありますから、うん、まあ、ただもう黒川選手は途中ビジョンを見ながら走っていたそうなんですが、はい、この状態ですよね、きっと岩見選手が後ろで圭一郎選手を抑えているような状態だったので、はい、もっと抑えろもっと抑えろと思いながら走ってたそうですなるほどねまあもうこれだけリード広がるとね、そろそろちょっと安心感も出てきたんじゃないですかね、そうですね、ここまでくれば、うん、あと2周、まあ、でもこの大会は相当欲しかった大会でしょうからね。そうですね、地元の G1 を優勝するのも初めてということで、うん、もうかなり表彰式でも喜んでいらっしゃったんですけれども、はい、うん、乗るのもちょっと難しい感じだったので優勝できて嬉しいと本人はおっしゃってましたね。まさにぶっちぎりの青春ですね、これはですね、はい、ということでキュープラ杯優勝したのは黒川恭介選手でした、うん、強かったです。はい、続いてが7月23日に行われました日中開催の優勝戦、優勝したのは中村雅人選手です。これ7社ですけど、はい、なかなかのメンバーですね。そうですよ ね、すごく豪華なメンバーで、うん、かなり豪華ですねでスタート後、はい、2番手につけて、うん、そこからという感じではありましたけれども、スタートも結構自分の中では綺麗だということでしたね、はい、で篠原敦史選手をさばいていきました。篠原選手よりも自分の車の方が強めだったので、うん、体勢を作ってしっかり抜くことができたということですね、はい、いやこれ7社ですけども、はい、記念の優勝戦と言ってもいいようなメンバーですよね。飯塚の荒尾選手まで乗ってますし、はい、うん、おー、前選手もきっちり、うん、飯塚勢を従えてね、地元が頑張りましたね本当ですね、はい、いやでもやっぱり夏場なので滑りだったり、うん、こうタイヤが最後まで持たないことがあるということで、はい、まあ、そういった部分が難しかったと振り返ってらっしゃいました、うん、もう先に早めに行かないとタイヤが ね、うん、厳しいですもんね、うん、抜いていくところでも減りますし、かなりリードを広げて、うん、まあ、自分なりに走ってどれくらい離せるかと思いながら走っていたということでしたね、うん、ここも完勝ですね、はい、はい、通算67回目、今年2度目の優勝となりました。
はい、続きまして7月31日のダブルヘッダーの日中開催の優勝戦、優勝したのは佐藤麻椰選手です。10メートル線から森選手、そして佐藤麻椰選手がスタートを切っていって早めの攻めとなりましたね。はい、レース前はスタートは隣の永井選手に先に行かれてしまうと厳しいので、かなり集中して切ったということでした。で、早船選手を騒いで、あとは早津選手のみと、はい、早津選手とは準決勝で戦って、まあ、彼も仕上がっていると思っていたそうなので、はい、まあ、今回のこう試走タイムも 3.34 の同じタイムだったので、うん、今日の一番の強敵になるだろうと思っていたそうですね。思い出しました。思い出しました。この時早津選手めちゃくちゃ仕上がってたんですよ。そうなんですよ。すごい、あの先行力発揮してね、うん、後ろなすべなしみたいなレース見せ続けてたんで、はい、ここも逃げるかなと思ったら捉えましたもんね、うんうん、そうでしたね、はい、森克幸3番手横を立ち上がりまして残りは2周回終盤の周回、あと2周で先頭に立ちました、うん、森選手も見せ場作ってますよ。そうですよね、はい、森が内を刺してくる。3コーナーでは森が早津を捉えて2番手に上がっています。先日のムライトもね輸出しましたし、そうでしたね、着実にね復活してきますよね、本当に、はい、森が抑える、森が抑える。ダブルヘッダーはこれで3開催目だったんですけれども、うん、はい、佐藤麻椰選手は意外にも初参戦でした。思ったよりもやっぱり忙しくって大変だというふうにはおっしゃってましたね、うん、はい、そんな中での優勝となりました、うん、はい、続きまして7月31日のダブルヘッダーのナイトレースの方の優勝戦です。優勝したのは山田雅弘選手ですね。はい、あのこの時日中開催からナイトレースの間にですねゲリラ豪雨が降ってしまったの覚えてます？覚えてます。覚えてます。すごい雨でしたよね、はい、この時あの公式の方で喋ってたんで、はい、すごい雨でした。そうですよね、恐怖感を覚えるぐらいの、うんうん、あの走路の方からあの検査場の近くまで水が来ていました、はい、あそこまで、そこまで、うん、選手たちもこう雨雲レーダーと相談しながらどうするんだどうするんだというざわざわとなってましたけど、オートレース上ではないぐらいにもう水がすごいことになってましたもんね。もう1レース2レースが中止となってしまったんですよ ね、で佐藤麻椰選手がここも勝てば初めてねダブル優勝となることだったんですけど、うん、まあ、でもやっぱり麻椰選手は雨じゃなくて晴れでやりたいというふうにおっしゃっていたので、ね、うん、もうちょっと乾いてほしかったのかな。結構ねあの乾き始めてますもんね、うん、そうですね、公式発表はブチと、はい、いやでも山田選手もいきなりの雨でこうびっくりしたということだったんですけど、うん、優勝戦の時間帯には乾くと思っていたということで、はい、雨でも晴れでも大丈夫な高めのタイヤで行かれたということでしたね、うん、まあ、それがフィットしたので優勝できたんじゃないかということでした、はい、うん、やっぱりタイヤ選びって重要になってきますね。かなり重要ですよね、こういった不安定走路だとなおさらそうですよね。そうですよね、そこまで、ただどこまで乾くだろうって読んでいくのって難しいですよね。試走時からレースまで時間もあるわけですしね、うん、かなりこう経験がものを言うのかなっていう感じですね、うん、確かにそうですね。はい、続いて8月8日の日中開催の優勝戦、優勝したのは岡谷美幸選手です。スタートもいい感じで切っていきまして、スタート練習でもタイミングは0台で切れていたので自信持って思いっきり切れたということでした、うん、いいスタートでしたね、うん、あの岡谷選手といえば、はい、今年6月に復帰してすぐの優勝となりまして、およそ2ヶ月ぐらいで優勝となりましたね。そうですね、うん、まあ、感覚を取り戻す時間などはねあったとは思うんですけど、うん、もう戻ってくればこの位置はやっぱりチャンスですよね、うん、ハンデチャンスみたいな感じですかね、はい、うん、でもまあ最初は乗り手に違和感があったそうなんですけれども、はい、うん、エンジンとタイヤとあとハンデと川口のショーマフラーが好きだということなので、それに助けられて優勝できたんだと思うということでした、うん、その後ろはかなり激戦になってますね。そうですね、なってますね、あ、中村選手がうまい立ち回りで、うん、
選手にマットをかける体勢になりましたが、先頭は岡谷美雪。まだ20m。ただここまでこう後ろがわちゃわちゃすると、うん、その分リードが広がる感じなんですかね。ですね。うん、ただ中村選手も終盤強いですから、じわじわ来ますもんね。うん、そうですね。岡谷選手はもうビジョンを見ながら、後ろを気にしながら走っていたということでしたね。あと1周ですけど、油断できない距離感ですよ、これは。そうですね、はい、ちょっとあるかもしれないなと思いながら、うん、お客さんもちょっとブルブルしちゃいますね。はい、しっかり先頭を守りまして1着でゴールとなりました、うん、2年ぶり通算5回目の優勝ですね、はい、続きまして最後です。これは本当に記憶に新しい9月12日に行われましたナイター開催の優勝戦、優勝したのは鈴木圭一郎選手です。いや本当にいつも強いですけれども、この節は特に強さがこう目立った感じがしましたね。スタートも抜群に切れていて、このレースもスタート切って早めの攻め展開となりました。ちょっとね、2周目に入った時点でこの位置にいられるともうどうしようもないという感じです。そうですよね。はい、決まったも同然ぐらいの感じで見ちゃいますね。その一節前くらいからスタート改革をされていたということで、話してましたね。はい、少しずつ、まあ、切れるようになってきたということでした、はい、うん、この時も 3.27 の思想一番時計、はい、もう圧倒的な速さで一番元気となっていたんですけど、もうここで先頭に立ちましたね。ほぼ3周半分で決着をつけましたね。ここからどれだけ離せるかぐらいの、はい、もう1人で走っている時は少しこう突っ込みすぎてフロントが逃げてしまってうまく走れなかったそうなんですが、うん、ここから後続離すような走りでしたね、はい、でも岩田選手もこれ結構大きく離されずに、そうなんですよ、はい、あのレース後お話聞いたらもう十分やりきりましたということでしたね、はいはい、うん、上出来ですということでした。圭一郎選手はあのパートナーの吉川真希さんが、真希選手が9月3日に初優勝を飾りましたね。ありました、はい、自分のレースより緊張したとおっしゃってましたね。嬉しかったでしょうね、はい、うん、はい、ということで開催振り返っていきました、はい、どれも見応えありましたね。ありました、うん、はい、またこのコーナー楽しみしてますからね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。